はい、ファミツアップのケンちゃんです。はい、今回も第3回目ということで呪いの杖、呪いの杖の動画を撮りたいと思います。首が座ってないんですけど、はい、いや、なんかテンションが気持ちよくなっちゃって、まあ、今回はやっぱり桜井くんと宮坊さえ別の番組に行ってしまって僕一人ぼっちで超寂しかったんで、スペシャルゲストを連れてきてみます。連れてもう連れてきました。はい、ごめんなさい。はい、声優のこの方です。はい、中村さやです。よろしくお願いします。ご存知の方はご存知だと思います。はい、調べてあげてください。とんでもない、ウィキペディアあると思うよね。とんでもない。まあいいや、という感じで今回、はい、呪い杖のね、うん、ダンジョンの第3回目ということで、はい、一番上のね、ルテンの3階、はい、残骸読んでみてください。ルテン、いや、これ全部読んでみてください。ルテンの3階クリア条件のも全部読んでみてくださいよ。ルテンの3階クリア条件、ボスグループの全滅、挑戦の条件、魔導士のみのパーティーで挑戦か、あと4回。はい、あと4回、あと4回。あ、そうだ、あと4回。そう、そうか、制限あるもんね。そう1日4回ですからね、はい、確かに1個4回という感じで今回、うん、まあ、出たばっかりで、うんうんうん、まあ、つい1時間ちょっと前に出たのかな。そうですね、という感じでちょっと初見プレイなんで、はい、じっくりやっていきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。あ、ではチームいっとくか。あ、そうですね、チームの紹介を。はい、どうぞ。さやさん何使ってるんですか？私はリーダーチャフランで、はい、回復力をまずダイアップにして、はいはい、あとはマンティクア対策のスロー要因でツユハ、はい、あとは完全に好みでおじいちゃんとパンを入れてます。はい、で僕が、まあ、同じくチャフランと、まあ、今回はやっぱね、うん、今まで2回の放送ともにパンちゃんがお亡くなりになっていたので、リンベルとミレイユでちょっと頑張って保護して、はい、ごめんなさい、お願いします。あとはツユハで、はい、安定のツユハで、安定の介護でお願いします、はい、よろしくお願いします。ということで、はい、ちょっとやっていきたいと思います。いってみましょう。空の英雄球団なんだ、すごいね。あら、伝説の勇者さんだったんですね。声優の最高段位って誰なんだろう。なんか再々あるな。でもね、ひろたさんあるな。あの、そう、バロンのひろたさんとかは、あ、でも同じかな。でも私より先に球団になってましたよ。確かになってた。なってますよね。びっくりしたもん。結構遠いな。乱町にいるんですかね。はあ、そう、ミノルンさん。やってそうですね、ミノルンさん。あ、そこは公開して大丈夫かな。そう、ミノルンさんは出してる。確かに。はい、じゃあ、やってみますか。はい、ああ、きつい、きつい。怖い、怖い、怖い、怖い。怖い、怖い。あ、これ、オセニャンでやってたやつですね。あ、うわ、待って、あ、奥に骸骨湧いた。うわ。あ、見れ、見、これね、うん、めんどくさい。めんどくさいから。焼き払います？いけ、いけ、飛んでけ。あ、外れてるし、全然何にも当たってねえんだけど。これで全員焼き払えるはずなんだ。ほら、え、待って、キツネ焼き払えてない。もういい、めんどくさい。あ、届かないんだ、ミレイユ。あ、いきますか。ミレイユで届かないってことは多分、まあ全員届かないんじゃないですか、これ、うん、じゃあ、いきましょう。あ、そうか、月見でも届けないか。そう、月見の方が確かミレイユより短い。待って待って、ここでカーズドラゴンが怖いんだってば。あ、やばい、なんでこんなところになっちゃったんだ。無駄するから、打ちたくなっちゃうんだもん。可愛い声出さないと困るな、俺の動揺しちゃうんですけど。やめてください、事務所に言いますよ。やめてくださいよ。なんでそんな僕怒られるの。一切してないんですよ。やめてください。まあ、スキルバンバン使っていきましょう。フランもいるし。そうですね、このあれですね、やばい属性の武器とかが必要になりそうですね。あ、確かに キツネが遠距離で湧いちゃうんで、それは困るね。うん、だからあれですか、属性のバフつけて、うん、ターゲット距離伸びるのあったじゃないですか、杖のオートスキルで。あのあたり持ってると多分かなり、うわ、びっくりした、チェスが飛んできた。ここまで来たらパンでいいんじゃない、パンでいいんじゃないの。あ、待って、パンも死んだ。え、なんで、なんで、なんでパンでいいんじゃないのって。びっくりした。何で、アクアが急に出てきたの。急にアクアが来たのでみたいな。もうまた死んじゃった。まあいいや、もういい、行くもん、行きましょう次行くもん。悔しいよ。ダメですね。よしよしよし、やっぱダメだな。真ん中にマザーがいるな。緊張しますね、やっぱり動画でプレイするってことが。違う、もう手汗やばいもん。手汗やばいでしょ。ちょっと待って、危ない。俺ね、ほんとこれ結構緊張するんだよね、出るの。カメをもうスローでガンガン倒してしまう。カメはスキルで倒す。カ
にはスキルじゃないとダメだな。うん、ちょっと厳しいですね。だからこういう時のためにパンちゃんがね、ちょっと待って、ビーム来ます。どこ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 に行くの、向きが見えない。あっちか。カメラ回すの苦手なんですよね。俺も苦手。あ、やばい、間違えた。なんかいい方法あるの？あ、やばい、なんかビーム来た。あ、じゃあここ。あ、あ、ちゅうはさん、俺か、ちゅうはさん、俺か。そうだよ、影あなたですよ。これはね、リンベルでやりますよ。ちょっとリンベルでガンガン。あ、これリンベル重なりそう、なんか嫌なのか。重なった。大丈夫ですか？大丈夫だった。あ、倒しましたよ、なんかうまいこと。どっちから行きます？右から行きます？左から行きます？右から行きましょう。はい、右壊してるんだ。はい、どうぞ。ほいー。あー、怖い怖い怖い。このザコが怖いですよね。あのリンベル火力ありすぎ。はい、うわ、すげえ、終わった。で、下に戻って左行って。あ、そうだそうだ、ここ行くと多分この武者に出会えるんですね。そう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 。あ、こっちも壊れてる。ありがとうございます。俺がまたフィナ、これでフィナ。あの、壺硬いんですよね。もう強い、リンベル。これリンベルちゃんと使おう。リンベル強いよ、やっぱり。そう、最近出たからまだ、うん、あ、チャージしましょう、チャージ。チャージね。SP がね。はい、どんどん行きましょう。はーい。ここ、あ、アクアとかなんか怖いよ。アクアいた、アクアいた。やだ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 。死ね、死ね。またまた、ハゲのことが行きやがる。で、左。左行きましょう。多分、え、左？うん。え、わかんない、なんか今右に入っていったように見えたから。誰が？あ、俺は右に入ってないですよ。あ、気のせいでした、気のせいでした、ごめんなさい。え、どこにいるんですか？戻りました、行きます、そっちに。よし、よし、はいはい、今リンベルさんがいるから決着してるから。 今何が出たんですか？わかんない、なんかザコ。山ほどいたザコ。中ボスとかここは出ないんですかね？確かに出てきてない、ね、あ、武者が中ボス？あ、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 びっくりした。びっくりした、びっくりした。やめてほしい、そういう急に出てくるやつ。じゃあ、チビ武者付きなんですね。にゃリンベル頼む、リンベル、にゃリンベル、リンベル頼む。リンベル強いな、やっぱり。よし、回復しよう。待って、ちょっと待って。え、大丈夫？大丈夫、大丈夫。回復する、回復する、回復する。俺が回復して。え、待って、ドーム頼む。ドーム、あ、ドーム、どこまでだよ。ドームから逃げちゃう癖がある。なんで、なんで。いや、なんか慣れてなくて。あ、ちょっと待ってよ、入れてよ。あ、消えた。ドーム、もう大丈夫ですよ、倒しましたよ。倒しましたね、こっちに。はい、下に行きまーす。あ、スイッチだ。あ、押しました、押しました。はい、なんで？足踏みスイッチなんですね。足踏み、あー、なるほどなるほど。あのビームに開けれないんだ。うん、結構月見対策取られてるんだね。そうですね、やっぱショートカットできないようになって。で、うん、私がさっき間違っていた右に入ると。あ、シンゴに消えちゃった。あ、切な。あ、雑魚が出て、またこれ中ボス来ました。ちょっとスキル出て。なんか出ました？ザコ？ザコ、なんかあれが出た。うん、キツネ。まだザコが出るんだ。キツネ出るんですね。あ、また、また、同じのだ、同じのがいる。 SP 大丈夫ですか？全然大丈夫。あ、じゃあ回復しなくていいですね。あれ、もう倒しちゃった。あら、あら、シンフォニーパワーすごい。偉大なんだ、やっぱりシンフォニーパワーね、やっぱ強いんだよ。これなんか慣れてる人と2人で来れば右行く、うん、左行くっつって分かれることが可能ですね。結構これで右か、うんうん、で空いたから右行って宝箱を開けて。あ、ここだ、宝箱2個開けのバリアを。でもしょうがなくて、うんうん、次の面でマチコアですよね。で、精神統一して。あ、そうだそうだ、私も精神統一。はい、バーン、行きましょう。で、ドームを貼ろう、まず。え、これ面変わると消えちゃうんですか、ドーム？いや、わかんない。あ、消えちゃった。消えた。で、ドーム、はい。タゲどっちだろう。これ1に落ちた。下落ちた。タゲ私かもしれん。あ、スロー、スローなってる、スローなってる、見えたんだけど。なったけど、なったけど、噛まれたけど、ドームがあったから大丈夫だったけど、みたいな。はい、よし。つらえ。おじいちゃんのメテオである。どやーん。燃やそう。燃やしとこう。あ、待って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 。びっくりした。タゲどっち？いや、分からん。でも燃えるよ、もうそろそろ。ほんと？あ、いいねー。リレー持ち持ってるんですよね。いいなー。あ、あ、倒した。おー、早い。はい、見事クリア、はい、マンティコアまで来ると。そうね、マンティコアやっぱり状態以上ちゃんと持ってればそんなに苦戦しない ね、うん、今回は。今取れるのだとミレイユモチーフ、ミレイユモチーフと、なんかね、2にあるの、毒の杖。毒？うん、なんかベノレイビアみたいなやつが。あ、知識の杖とかよ、ね、確かにが毒がついてるんですか。そう、毒がついてる。あ、じゃあ最悪、
それでみたいな。そう、それを持っていれば結構いけますね。うんうんうん、お、宝箱オープンも開いたので、うん、全部取れてるみたいです。よかったよかった。よかったよかった。あ、ここも3つで。大体まあいつもと同じ感じで225個なのかな全部で。まあまあまあいつも通りだったら、うん、そうですよね。5倍して15回転する。その計算の仕方。いつものやつだね。これ回るとしたら、うん、どこ回ります？一番下が楽でしたよね。楽だな、うん。敵が弱かった気がする。うん。なんかツユハとかパンで結構道中サクサクっといけた感じがしますね。一番下を周回するのが良さそうですね。うん、そうですね。うん、月見いればまた別かもしれないですけどね。ああ確かにね、月見いれば結構ショートカットできる人、我々いないですからね。いないですからね。月見がいなくてもクリアできる。結構揃っていればクリアできるっていうことで、うん、状態上があればいけそうですね、うん、そうですね、そこら辺の杖をちょっと揃えていくのがいいのか、あと杖派もいいしね。杖派今出ないじゃないですか。そうね、月見がいるから入れ替えて、そうそうそう、あと花杖もいいの。へー、あれスローだ。あ、スローついてるんですね。あれスローついてる、スローも睡眠もあるから、おー便利。結構揃った花杖強いんですよ。いいな、欲しい。パンに持たせたい。ハミツアップでの武器の評価で、うんうん、SS ついてる武器が2つだけあって、うん、花剣と花杖だ。花はいいですよね。あの2つだけも誰が使ってもね最強レベルになるんで、うん、本当はあの2つは本当におすすめです。ぜひぜひ花杖欲しいです。なんか、ね、気になる方は交換してみてください。欲しい、ま、回せとはあんま言わないですそんな感じで、はい、どうでしたかね。これ結局呪い杖の性能自体はターゲット、うん、うんうん、一番気になるのが攻撃力2倍とターゲットの距離短縮小ってなったので、うんうんうん、台があるのかっていう話なんですけど、今台かもしれないですね、この私たちの。なるほどなるほど、残念な杖状態。これ確か拾ったから見てこれ。あ、そうだ、見てきましょう。いや、今回の一番上のとこ難しくなかったですか。ちょっと危なかった。この3つの中では、うん、3つの中では一番難しかった、うん、まあ2番目のサソリもめんどくさかったけど、難しいのかな。とにかく一番下は簡単だったな、うん、なんかこの遠距離から狐に狙われたり骸骨に狙われたり、うん、っていうのが、あと武者の風が飛んでくるっていうのが一番怖かったですね。確かに確かに、うん、そうだ忘れてた。そう、2番目のはそんなに遠距離攻撃なかったじゃないですか、うん、その敵が怖いっていうだけで。そう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 、だから倒せるキャラがいれば、いいな、払いたまえしたい。 うまく解説しますね。やっぱガチ勢違いますね。僕が言わずとも僕が言わずともなんか解説してくれるんで、非常にガチ勢とか言わないでください。非常にね、楽させていただいて。ガチ勢じゃないんですよ、ただの古参勢なんですよ私は。いや、いつからやってたんでしたっけ。ね、開始後3日目。あ、3日ぐらいです確か。今450、ちょっとあれ見たいですよ。何、誰いるか見せてください。無課金なんですよね。無課金ですよ。見せてください、ちょっと紹介してあげてください。その前にあの呪いの杖のあれ見ようかなと思って。いや、僕は今見てるんで大丈夫です。あ、本当、はい、じゃあ私キャラクター、あ、飛んだ、ターゲット距離短縮台だ今。おお、なるほどなるほど。ちょっと待って、でもキャラそんなに持ってないですよ私。あ、無課金ゆえに。そう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 、最近はほらよく出るようになったけど、これ何順、入手順とかですね。入手順がいいですね。じゃあ4消して入手順がいいかな。あ、逆に高順にして、そうね、高順に、標準にして、まあこんな、こんなっつって。おじいちゃん、ハヤト、新規開放、超してるね。え、全部してますよ、できる。そりゃソウルなくなるよあれ、ソウル超減るよね。やばい、減りますよね。俺もなんか400万ぐらいあったはずなのに、いつの間にか200万ぐらい減ってたからさそれでも200万でやばいと思うんですけど。あんまり良くないなと思ってでちょっとこの、なんだろう、アナザーからあとがすっかり間が空いちゃって、うん、フォースターキャラ次に出てるのがリカなんですよ。へぇ、この間もクリスマスは3体出てくれたんですけど。なるほど、全然切ない感じ。一番新しく出たキャラは今ですか。月見チャ、あ、そう、月見チャレンジ。月見チャレンジした失敗しリンベル、あ、リンベルの前が、あ、ダリル、あ、テレーゼいるじゃん。テレーゼも出て、俺テレーゼ持ってないんだよな。ヒナも出て、あ、ヒナはね、めっちゃ可愛いと思って、もうパパになりたい、はい、で、ちゃんとアマタがね、しっかり。アマタはそう、アマタも経験値2倍いっちゃっと嬉しい。うん、便利ですよね、使ってて楽しい。で、ダグラスはヨシュアと、あ、でもダグラス結構出てますな。まあまあまあ、いい感じに揃ってくれたので、ね、無課金に優しいゲームだね。本当にありがとうございます。持ち上げてどうすんじゃつその分武器が全然出ないですよ。あ、なるほどなるほど。本当にない。確かに武器、でもポッキー持ってるし、すっげえ懐かしい杖おじいちゃん持ってますね。そう、これね、おじいちゃんのモチーフなんですよ。おじいちゃんのモチーフってどういう性能なの覚えてないんだけど、ね、じゃあ武器スキルをこんな感じです。燃焼無効 SP プラス3%、 あ、悪くないんじゃないですか。いや、でもファイヤーキャノン
なんですよ。これ汗とのスキル2か1かな。ボーってやつ。そうそうそう。壁抜きできる。シューボー。すげえ遅いやつでしょ。壁抜きできる。だからすごい最初の頃にここが解放されたので、うん、あんまりこう変わった性能がない時代だったんですよね。そうね、そうね、そうね。俺の一番最初に持ってる星4武器だってあれだもんな、うん、あの炎剣だもんな。炎剣。イラクションクラス。ああ。なんだっけ、クリムゾンヘルフレアだ。懐かしいやつ。いや私の方が懐かしい。極みになってほしいよね、早く。どうせだから。もうちょっとこのおじいちゃん杖をね。そう、極みになって SP プラグ5パーとかにしてあげればね、結構使えたりもするような気を。プラ10パーぐらい、プラ10パーぐらい。それやりすぎかな。ダメか。7パーぐらいでちょっと負けていただけない。じゃあ SP プラス5と消費減。消費どんどん強くなってくるね。まあいいや。モリモリで。という感じで今回、はい、呪いの杖の一番上のダンジョンをちょっとやらせていただきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました、本当に。はい、という感じでファミズ、はい。アップ YouTube チャンネルのエンディングの方ちょっとやりたいと思います。いつものやつですね。これなんかみんなやるんですよね、うん、やんなきゃ。おせにゃんもねちゃんとねあのプロプラのなんか浅井さんがねやってます。まあいいやという感じでファミツアップ YouTube チャンネルなんですけれども、まあ、この白猫動画さらにモンストとか、ね、毎日ねアプリを紹介する編集長の毎日動画だったりいろいろゲームがね紹介されたり面白い動画があるので、うん、ぜひぜひ見てください。みゆこさんとねガッシーだよ。ガッシーだよ。あ、ファンなんでしたっけ。そう、ガッシーさんめっちゃ好きなんです。あ、そんな超かわいい、かなりかわいい方もいらっしゃるので、はい、ぜひぜひいろんな動画を見ていただけるとありがたいです。で、登録ボタンが僕のここら辺の下、はい、この辺に、うん、ここら辺かこの下のね、スマートフォンの方は下の説明欄の方からぜひぜひ登録してください。あとファミツアップは YouTube ではない、いやごめん違う、またやっちゃった。ニコ生、ニコニコ生放送、ニコ生これカンペ必要だないつまでも。ニコニコ生放送毎週水曜日8時からやっております。基本的には白猫をやることが多いので、おうおう、ぜひぜひみんなで協力しましょう。中村さんもいつか出てほしいです。オファーしたら出てください。よろしくお願いします。事務所に相談してみます。わかりました、よろしくお願いします。という感じで今回白猫の呪いの杖の方プレイさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ファミツアップのケンちゃんでした。はい、中村さあやでした。バイバーイ、バイバーイ。ありがとうございます。じゃなかったの。いや、ありがとうございます。前行ったらいいかな。え、そういうもんなの。わかんない、ごめんなさい。バイバイ、バイバイ。